こんにちは、なおこです。今日は今からちょっと遠いスーパーに行ってきます。なので、スペインの街並みを一緒に見ながら、日本語を勉強しながら、Vlog みたいな動画が撮れたらいいなと思ってます。行ってきます。あいにくの小雨が降っています。でも、ザーザー降りよりはマシですね。ここがスペインの北の町です。すごい建物がめっちゃ可愛いですよね。こんな感じ。ここがこの町の中心地です。めっちゃ建物が可愛い。小道に入っていきます。この細い道のことを小道と言ったりします。めっちゃ可愛いですよね。これは標識です。初めて見る標識です。どういう意味かは分かりません。標識。ここにも標識。イースターに向けて可愛い卵型のチョコレートが置いてあります。めっちゃ可愛い。じゃじゃん。チーズケーキハポネス。日本のチーズケーキということですね。なんかスフレチーズケーキが日本独特のケーキらしいです。このお菓子がバスク地方の有名なお菓子です。やっと着きました。ここはこの町にあるちょっと大きなショッピングモールです。ショッピング。突然ですが、ここで問題です。ショッピングモールで着きました。ショッピングモールに着きました。どちらが正しいですか？ショッピングモールに着きました。こんな感じ。ショッピングモールは目的地を表します。なので、ショッピングモールに着きましたが正解です。たくさんのお店が入っています。今からスーパーに行ってきます。ちょっとコストコみたいな感じですね。大きなスーパーです。スーパーの横にはカフェもあります。ここがお肉売り場です。多分スペインのお肉はとても安いと思います。これは日本語で量り売りと言います。日本にはあまりないけど、スペインには結構量り売りのお店が多いです。とてもエコでいいですよね。全部量り売りです。いろいろ買いました。今から帰ります。まさかのカメラの充電がここでなくなってしまいました。なので、今日のビデオはここでおしまいです。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。またねー。